僕もヨゼミちょこっとだけ行きました。そうなんですね。定期試験で10番以内に入ったら、はい、10万円をキャッシュくれるっていう話があって、はいはいはい、1回質問してますよ確か。そうなんですか。Hello there. 始まりました。こんにちは。こんな感じで始まりました。モジェチャンネルです。今回はですね、アツエイゴのアツさんにですね、お越しいただきました。ありがとうございます。こんにちは。アツです。まあ一番ですね、リクエストが多かったのでですね、はい、つい見てる人からすると、すごいツイッターでもすごい反響がすごかったですよ。あ、嬉しい。なんかありがとうございます。だいたいなんつうか暑すぎるとか暑いとかいうコメントがいっぱい。あ、それかけてるんですね。そうです。かけてる。あ、なるほど。私もその森哲さんのことはすごい前から知っていて、はい、ありがとうございます。自分が大学1年生とか2年生の時に、はい、そのトイックの勉強をすごいしてて、でその時に。有名だったそのトイックのブログがあって、それが森哲さんのブログと、はい、あと神崎さんっていう人のブログと、あとテックス加藤さんっていう人のブログがあって、はいはいはい、その3人のブログをよく見てたんで、 ありがとうございます、はい、そうですね、ブログブームでしたからね。うん、浦さんともそうですね。それで特急シリーズって本出して、うん、はい、てか1回質問してますよ。そうなんですか。あのラジオでってこと？いや、違います。ブログに？ブログに。ブログに質問してんですね。質問してた気がしますね。何の質問したっけな。IELTSの質問したような、はいはいはい、なんかの質問したんですけど、はいはい、覚えてないですよね。もう答えたんですか？わかんない。それも。答えてくれてないです。未だに待ってるんですけど。質問も何か覚えてないのに。受験の時は何勉強したの？受験は、まあ、文法を単語がメインですよね、やっぱり、はいはい、発音は発音記号だけ覚えて、はいはいはい、一応単語覚える時に音出して声出して覚えたりとかしてたんですけど、はい、単語帳はコア1900っていう。ああはー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 、コア1900ありますね。コア1900結構多いですね、使ってる人。ああそうですか。ゲット、速端、シスタンとか言いますけど、はいはいはい、結構コアもいますね。結構あの単語のでいろんな全国で話したりするんですけど、その時に単語帳持ってこさせるので、うん、おすすめあります？単語帳おすすめですか、うん、多分でちょっと手元に今なんかねめちゃくちゃ空気読んでもらって、あのそうです、はい、これですね、はい、デスティニションですね。デスティニションっていう、ね、ありがとうございます。さんのです、ね、おすすめですか、おすすめですね。これどうやって手に、あ、これはあのアツエイゴドットショップっていうアツエイゴの、はい、私のチャンネルのウェブサイトで購入できるので、はい、ぜひ購入してそちらを見てください。ネイティブにより近づくっていう、まあ、ネイティブが、ディスティンクション2も今出てるんですけど、はい、ディスティンクション2はもうネイティブは5人、この時はネイティブ4人だったんですけど、はい、5人集まって、増えたんですね、はい、もうみんなで頑張って隙間時間にですね、はい、アツさんのチャンネルのリンクも貼ってありますので、はい、YouTube チャンネルも、ね、よろしくお願いします、はい、そちらもぜひぜひチェックしてみてください、はい。英語いつから始めたんですか？英語は、まあ、知ってる方知ってると思うんですけど、高校2年生の終わりなんですよね、はい、きっかけがあったんですね。あ、きっかけありました、はい、あ、きっかけは私は高校2年生の時にそのなりたいと思ってた美容師だったんですよ。で全然英語とかも興味ないし、はい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 、全然勉強も興味なかったんで一切勉強もしてなかったし、親もなんかこう塾に入れようとかしたんですけど、全然そういうのも嫌だ嫌だってずっと拒否ってた感じだったんですけど、ただある時に父が急に定期試験で10番以内に入ったら10万円をキャッシュくれるっていう話があって、その時僕のお小遣いが確か3000円か5000円だったんですよ。なんで10万円って言ったらその高校生にとってすごい額じゃないですか。なのでそれをすごいこう欲しいって思って頑張って勉強して、で10倍以内に入ったんです。おお、なるほど、なるほど。そうで、それが一番、まあ、自分の中でのきっかけになりましたね。でそこで勉強することの楽しさっていうか、新しいことを知ることの楽しさとか、あとその中でも、まあ、特に英語が、まあ、その時の感覚ですけどね、うんうん、高校生なんで特に何も考えてないような時期ですけど、はいはい、まあ、感覚的に
一番こう今後役に立つのかなっていうふうに思ったし、まあ、英語を話したらかっこいいなとかそういうのもあったん で、うん、でそれを実況に、はい、英語勉強してたっていう感じです。森田さんは、あ、僕ね、いやその時の10万円が会計士につながったのかなと。あ、まあ、お金はやっぱり、はい、みんなお金好きですよ、ね、お金は、はい、やっぱり必要だったんで。その10万円は何人ですか。あ、でも洋服とかですか ね、 はい、結構服が好きなんで、はいはい、服をよく買ったりとか、はい、知って僕、はい、いや、知りたいです。僕は入試と、まあ、予備校行ってて、が大きかったですね。学校では大してやっぱ英語は、そうですね、中学校までは別に暗記で全然大丈夫だったんですけど、高校になったらもう文が長くなって、わけわからんと、ね、読めない、難しくなりましたね、高校生から。何なんだろうこれは、一体どこにこのですね、当時はカンマっていうものも知らなかったですけど、なんだこの点がいっぱい、いろんなところに点がある、増えますよね、今で1回しか出てこなかったからそれが、なんでこんなにいっぱい点があるんだろうみたいな感じで、ルールもわかんないみたいな感じで、で予備校行って、まあ、受験しなきゃってなって、予備校行った時に初めてそういうことがいろいろ分かってきて、ああこれ面白いな。ちなみにどこに予備校行ったんですか。予選見てたんで。あ、予選見てた。僕も予選ちょこっとだけ行きました。そうなんですね。いや、ちょこっとだけですよ、はい、その気候集だけちょっと行ったりしました。サテラインか、そうか、予選の名前。あ、サテライン、そう、サテラインとかかわいいとか。そうだ、それ行って。誰。いや、いろんな人のね、ちょこちょこっとかじりました、はい、いっぱいかじって、はい、西教授先生もちょっと行ってたし、はいはいはい、中本先生っていう遠方の人もちょこっとかじったし、いや、でもね、英語は正直、はい、自分でできちゃうなって思っちゃったんで、あんまり予備校の授業っていらないかなと思ってたんで、ほぼ独学で、だからもう全部 もうかじりだったんですよ。なるほど。そのイントロコースみたいなのをかじって、はいはいはい、あ、こういう先生いるんだとか、例えばその中本先生だったら今でも覚えてるんですけど、雑談、あ、そう、雑談なんかそのブロンド美女が好きで、はいはい、でなんかその人に恋をしたから英語を勉強始めたとか、はいはいはい、そういう話しかもう頭に残ってないけど、でもなんかそういう、あ、いろんなそういう、まあ、みんなモチベーションで英語を勉強したんだなっていうのを、なんとなくこうかじったっていうか。ディスティンクション、これあの名前の由来みたいな、名前、ディスティンクションの名前の由来、正直これあんまり話したことないんですけど、はいはい、ディスティンクションってこういろんな意味があると思うんですよね、はい、で、まあ、一つは、まあ、自分の、まあ、周りと区別する、そのいい意味で、はいはい、そう、周りとこう周りとは少し違った存在になるっていう意味のディスティンクションで、このディスティンクションの、まあ、コンセプトは、この日本では出会わないけどネイティブが日常的に使う単語表現なんで、まあ、この単語を知っている、この表現を知っているっていうふうになると、ネイティブとの会話の中でも、あ、この日本の人はちょっとこう海外でこう過ごした経験があるのかなとか、周りの日本人とはちょっと使うフレーズが違うなと、こうちょっと一目置かれるような存在になれるっていう意味のディスティンクションとか、それからまあ自分がこう大学院留学をしていた時に、その成績優秀者で卒業できたんですけど、その時にこうディスティンクションっていうのがついたんですね、その証書に、はい、ディスティンクションってつくんで、でそれを後に、まあ、私は向こうでその公認会計士としてキャリアスタートできた、でそれが、まあ、自分の始まりとも、まあ、言える地点だったので、それとちょっとかけてディスティンクションっていうのも入ってきましたね。はい、内容的には、うん、戦争いった形で、まあ、日本であんまり出会わないものがあって、そうですね、もうそれを言い換えてるんですね。このそうです、そうです、セロニムスですね、同義語、同義語がこう、そう書いてくれています。そう、英語を勉強するときってできるだけ日本語をイメージしたくないと思う。なるほど、なるほど。でそういうときにこう日本語を見なくても、この英語の英単語の勉強できるように、ここをこうやって隠すと、おー、なるほど、こうやってできるわけですね。そうです、はい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 、そう、英語しか見えないような状態にして FYI って書いてあって、こっちに Just let you know、なるほど、そうそうそう、こういう形にできるわけですね。FIR、For Your Information ですね、うん、はい、そうなんですよね、こういうのができるわけですね、うん、そう、あとちゃんとカウンタブルとかアンカウンタブル、はい、
この加算名詞と不加算名詞っていうのも、はい、名詞には必ずつけていて、これがね結構書いてない単語じゃ多いんですよ、うんうんうん、でも、はいはいはい、このこれ加算なのかなとかっていうのが、はいはいはい、一番気になるところなので個人的には、うん、なので全てにつけて、例えば FII だったら、はい、その S って書いてある Singular 必ず Always Singular で、はいはいはい、FII's とは言えない、うん、なるほど、けど Countable だから、うんうん、UnFII とは言える、なるほど、だから、うんうん、Just for, just an FII とか、そうね、そうそうそう、はい、そういう風に言えるっていう話ですね。そうですね。そうですね。インフォメーションは不加算なのに FII は、FII は加算って面白いですね。そうですね。まあ、for your information が、ね、one word too much information。TMI、うん。TMI は加算ですか ？TMI としか聞いたことないですね。ですよね。加算にはなんないですよね。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.